後藤啓太後藤美術館は、東京都世田谷区上野毛にある美術館。1960年4月18日に開館し、所蔵品は、日本、東洋の古美術を中心に、国宝5件、重要文化財50件を含む、約5000件に上る。運営主体は、公益財団法人後藤美術館で、同法人は、後藤美術館及び、大東急記念文庫の運営を行っている。国宝、源氏物語絵巻を所蔵することで、名高い後藤美術館は、東急を創設した実業家、後藤啓太の美術コレクションを保存展示するため、後藤の没した翌年の1960年に、東急を中心に、京浜急行電鉄、小田急電鉄、京王電鉄の出資により開館した、東急ポイント加盟店。自ら古橋楼と号した後藤の収集は、まず奈良時代の古社経類から始まった。次いで経典、禅僧墨跡などの書籍類、後絵画、陶磁器などの名品も多く入手した。その豪快な経営手法から、後藤、啓太のあだ名もあった後藤は、古美術品収集にも執念を燃やした。名品の源氏物語絵巻や紫式部日記絵巻は、戦前の大収集家増田幸の収集品で、戦後、実業家、高梨仁三郎のコレクションに入っていたのを、美術館公開を決意した後藤がコレクションを強化、補強する目的で死の直前に入手したものである。美術館の敷地は、後藤邸の敷地の一部が提供された。建物は、吉田58の設計で、神殿作りの要素を現代建築に取り入れたものである。特に苦心したのは、建物の色で、仕上がるまで60日かかったという。また、同建物は1961年に、第2回建築業協会賞を受賞している。展示館の背後には、武蔵野の面影を残した広大な庭園が広がる。庭園には、大日如来や、六地蔵など、伊豆や長野の鉄道事業の際に引き取った石仏が点在し、散策路には明治時代に建てられた茶室、古橋楼や後藤が古材を使用して作らせた立霊石、富士見亭、ともに非公開がある。また、この土地は台湾総督や逓信大臣などを務めた田健次郎の旧宅で、庭園内の茶室はその一部である。展示室は2室で、常設展示はなく、随時企画展が行われている。ただし、重要文化財指定の木造愛染明王座像は、常設展示されている。なお、美術館と同じ住所には、後藤が1949年に創設した、大東急記念文庫がある。1942から45年にかけて、東京南西部の私鉄を広域に、戦時統合して成立した当時の東京急行電鉄が戦後に現在の東急、京王、小田急、京急及び東急百貨店に分離再編成されたことを記念して5社の共同出資により設立された。後藤美術館の開館に伴い1960年上目黒から移転した。この合流は美術館建設工事着工後に急遽決まったため左側の設計プランを大変更して、書庫や研究室をはめ込んだ。蔵書の中核は、後藤の長男、後藤昇の義父である、久原房之助が、和田綱四郎の勧めで集めた、久原文庫で、後藤らはこれを一括購入し、さらに井上道康の蔵書を加えたものである。日本、中国、朝鮮の古典籍を約25000点所蔵し、国宝3件、重要文化財32件を要する。文庫の資料は一般には公開していないが、文庫書館の絵画、書籍などは、後藤美術館の展示で随時紹介されている。財団法人大東急記念文庫は、以前は、後藤美術館とは別個の法人であったが、2011年3月1日、大東急記念文庫は、後藤美術館に吸収合併された。2012年4月1日付で、公益財団法人の認可を受け、公益財団法人後藤美術館となって活動している。開館50周年にあたり、2010年11月29日より2012年の10月19日まで休館して大東急記念文庫と合わせて大規模な増改築工事を行った。設計、施工は清水建設及び単成ディスプレイ、デザイン監修は堀越秀次。吉田による建物の外観はできるだけそのままに留めつつ、耐震補強工事を施し、館内設備を刷新。また従来の展示室に加え、本館講堂を展示室に改装し、新たに集会室を増設した。源氏物語絵巻夕霧、古林清重墨跡別元縁宗宗別下無順、師範墨跡山図書以下は、大東急記念文庫所属の国宝、重要文化財の一覧である。鈴木邦夫、二部翁翁コレクションのアルケオロジー、増田鈍王の美の世界、生倉翁翁の目 P155、P161、五島美術館、1998年。ちなみに、当時の値段で3億円だった建物、庭園。五島美術館サイト。2020年8月8日閲覧。石井光次郎や大隈信行、北野孝興などは、昇の義兄弟にあたる。資料閲覧は、大学教授等、学術研究を目的にし、なおかつ事前申請の上で館長が許可したものに、限定。公益財団法人五島美術館定館春牛。図鑑団館E国宝春牛図の団館は藤田美術館、シアトル美術館、クリーブランド美術館などに分蔵され、2005年に重要文化財に指定された文化庁保管本を含め、旧図の現存が確認されている大東急記念文庫は、かつては五島美術館と別個の財団法人であったが、2011年3月に財団法人五島美術館と、財団法人大東急記念文庫が合併して、公益財団法人五島美術館となった。五島美術館の図録等には本写本を藤原定家筆とするが、重要文化財指定時の文化庁の説明では、外題と内題のみが定家自筆である。五島美術館のサイトにある本品の解説にも、外題、金忠調真集と見返しのキムタノが定家自筆とある。令和元年7月23日文部科学省、国字第26号、文化審議会等新国宝、重要文化財の指定及び、登録有形文化財の登録について平成29年10月27日文部科学省、国字第170号による登録。以下の2件も同様。ありがとうございます。